毎度ーやですってことで、皆さんいつもチャンネル登録、高評価、コメントありがとうございます。なんでやろうな、昨日の動画全然伸びてないってことですね。まだ見てない方絶対見てねということで、本日の客は皆さん噂されている藤井投手を撃退してみた。今もうね、ツイッター X ではね、もうすごく話題、マジで。で、なんかホースラーの弱体化とかみんなで言ってるんやけど、みんな動画見ただけで実際打ってみましたか？そこの画面越しの皆さん打ちましたか？ホースラーを。僕はまだ打ってません。だから弱体化とかも絶対、今そんなことは絶対使いません。だってまだ勝負してないし、動画見ただけで確かに回転は分かりやすいけど、あの楽さ打てんのかお前ら、マジで。てなわけでですね、この iPhone 勢スーパー最強スーパーサイヤ人ウルトラスペシャルデラックス、このヤンのゲームチャンネルが藤井投手を撃退する瞬間をみんなに見てほしいってことでですね、今回ツイッター、あ、X か、X の方でね、ちょっと藤井さんと勝負するっていうね、募集かけました。で、それで、ね、ちょうど今マッチングされたので、今回ちょっとルーム戦やらせていただきます。で、今回の内容がですね、1試合目がランク戦。で、2試合目がですね、リアル起動の藤井さんをちょっと見てみようかなと思います。てなわけでですね、今回ちょっとランク戦、リアル起動2試合やりますので、ぜひ最後までご視聴お願いします！ということで、早速ちょっとルーム戦潜り込んでいきたいと思います。では、もう待たしてるのでね、ちょっと行きます。すいません。てなわけでですね、ツイッター、X か。X の方でですね、まあ、リンゴ星人さんがどうしても僕とやりたいということでですね、はい、早速ちょっとランク戦やりたいと思います。すいません、ランク戦ルール。今回1試合目はランク戦ルールやから。はい、マッチングしました。あー、藤井さん、しかも極み！すごい！めっちゃ早いな！極みやで、もう。しかも、もうさ、総合ついてるやん、すげえ。しかもごめんなさい、今回スピ統一でやらせてもらってます。僕レベル1やと思ってた、ごめん、勘違いしてた。さあ、当然だから一番バッター村橋で頑張っていきたいと思います。まあスピ統一なんですけど、まあ劣勢はしゃあない。さあ、どんな変化球で、一回ちょっと見てみたいな。さあ、引っ張り系がいい。さあ、ホースラがどんな回転なのかっていうのは。ああ、なるほど、まずは縦スラね。オッケーオッケーオッケー、全然いい全然いい。まあ縦スラから攻めてくる。いや、ホースラちょっと見たいな。わけね、オッケーオッケー、一回ちょっと頑張ってみる。オッケー、いやー、惜しいな。でね、もしストレート来られたらマジで打たれへんと思う。あー、オッケーオッケーオッケー、やばいやばい。今の多分ね、ストライクゾーン入ってたらほんまに打たれへん。縦スラとの見極めっていうのが、あー、めっちゃ速いな。回転速いけど、もう気づいたら下に落ちてるから、めちゃめちゃ速い。集中、引っ張り系がいい。あー、無理やわ。ごめんごめん、めっちゃ強いわ。ちょっと待って、何が弱体かな、みんな説明してほしいねんけど。いや、確かに回転は速い。その回転がもうね、始まった瞬間から下に落ちてるんよな。いや、ちょっと難しいぞこれ。しかも斜め下に落ちてるやん。いや、結構難しい。わからん、俺にはわからん、何が弱体かがわからん。ちょっと待って、あー、ボールなるのね。はい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 、なるほど。藤井さん、そろそろちょっと攻略していこうか、マジで。何か貼ろう、とりあえず貼ろう、何か貼ってみよう。打たなあかん、ほんまに。ちょっと待って、ガチで無理なんだけど、大丈夫ですか、これ。ちょっとチート級なんじゃないですか。え、ちょっとえぐいよ。 OK、 ナイス、これ超ケースだー。いやー、えぐいな。でも全然打球飛ばへん、やっぱ球威があるから。いやー、そこそこのないミート合わせて、音が危ねえ。縦スラ入るなあかんわ。全然落ちへんやん、それ。なんですか、それ。いや、ちょっと待って、このままやったら俺がただただなんかほんまにヘボやつみたいになってるやん。このヤンのゲームチャンネル、 iPhone スーパー最強デラックスウルトラ、デンジャラスヤンの、ゲームチャンネルおじさんがですね、もうこんだけ打ててないってことはマジで普通に強いと思う。うん、ちょっと打っていこう。次ストライクゾーン絶対来るんで。
ちょっと待て、ちょっと待て、オッケー、おじゃし、やった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 イエーイ、やっとワンヒットです。はい、すいません、よろしくお願いします。やっとワンヒットです。外角は打てる、外角は、外角は打てる。えぐいてー、すいません、特別延長の時間がやってまいりましたということでですね、さあ、てっちゃん打っていこう。まずはでっかいの狙ってみよう。ちっちゃいの狙ってましたみんな、せーの、かけまりー、最高です。今回ね、古田さんメガネの度数が合ってるんで、そのままいくか。マジか、めっちゃ落ちる、変化量えぐいて、マジで。いやー、これはすごいわ。ごめんみんな、何か弱体化が俺には分からへん。あー、オッケーオッケーオッケー、打っていこう。次打つわ、俺、行くで、行くで、俺もうあれを打つわ。あぶねー、あぶねー、いやー、あぶねー。あー、もうここ村林カウントなんで確実にヒット打っていく。落ちる、よし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 、落ちる、オッケー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 。外角はね、外角は打てる、オッケーオッケー。さあ集中、あ、いや、それは打てん、ごめん。藤井さん普通に速球めっちゃ速いわ、打たれへん。いやー、これね、もう一回多分ね、ストレート来たら俺打たれへんと思うわ。ストレートは絶対打たれへん。それは甘い、ごめんみんな、せーの、かじまりー。ちょっと一個だけ言わせて、もうすらホームラン打たれへんわ、マジで。縦すらしか無理。ちょっと速球あるわ、速球あるわ、早い、無理。さあ、ワンボール、期待しましょう。おちゃん、いやー、ちょっとタイミング合わへんな、俺、それ、それヒット打ちたいんやけど、内角のやつ。いやー、きつい、無理やわ。なんか縦スラやからさ、ホームラン2発打てたけど、あれ、ホースラー、きついわ、マジで。実況なしでやっとたけどさ、めちゃめちゃええ勝負してんねん、これ。これ、打たれたら終わりやで。ありがとうございました。オッケーだ、負けた？負けたの？それ、負けた？300点差ですか？ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いやー、強かったな、藤井さん。めちゃめちゃ強かった。このね、iPhone 最強ウルトラスーパーデラックスヤンのゲームチャンネルからしたらですね、藤井さんは正直ね、やっぱりホースラー前のシーズンやったら、見極めがつきにくい。まあ、落ちるか落ちないかわからん。でも、今回は、見極めはつく。でも、変化量がめちゃくちゃあるやん。で、しかも斜めに落ちるってことは、ストライクキワキワのところ、内角とか外角とかやられたら結構難しいんじゃないでしょうか。まあ、そういう検証結果ですね。で、今回次リアル起動でやりたいと思いますので、皆さんね、リアル起動の方も気になる方はぜひ見てください。ということで、リアル起動へ、レッツゴー！今回はですね、ちょっと僕もソフトバンク純正でやらせていただいております。向こうもね、ソフトバンク純正でやるって言ってたんで、久しぶりやな、これ。ストレートホップしとるやんけ、久しぶりやわ、マジで。さあ集中、えぐいそれはえぐい。あ、待って、みんなせーの、かきよりごめん、めっちゃたまたまです、ごめんなさい。めちゃめちゃたまたまです、今のあなた。あーバケモン曲がるやん、それ、それはえぐい。いやー強いわ、ごめん、今のめちゃめちゃたまたまです。まあ、リアル起動入って、いやーえぐい、それめっちゃ落ちんな。リアル起動杯自体もうね、なんかなくなったんかな。ダルビッシュ杯もなんか今回ランク戦なんかあれやったやん、あれなんだっけ、スピリッツ統一やつ、そうそうそう、スピリッツ統一やつやったやんか。いや、だからまあまあまあ、今回リアル起動別に練習戦でいいかなと思うんですけど、ちょっと藤井さんちょっとリアル起動気になったからやってみた、ごめん、それだけ。いや、普通にね、リアル起動はやっぱ難しいな、これ。リアル起動は難しいわ。何か張って打つしかないけど、これボール球だけだったら絶対ね、打って、それは強い、それは強いわ、ごめん、打たれへん、マジで打たれへん。えぐいわ、やっぱえぐいわ、ごめん、もうすらマジで打たれへん、それ。これ大会ルールやったら確実無双すると思うんやけど、やれ、ちょっと飛ばへんねんけど、そのホースラー。なんかさ、なんか修正かかってるっていうか、なんかコナミさん大丈夫、アップデートしなあかんねん、これ。それ飛ばんようになってるんですか、それ。ちなみに僕のホースラーはこれです、はい、一般的なやつです、はい、めっちゃ強いバカ強いですか、バカ強いんですか、大丈夫ですか。でもこれね、結論から言わせてもらっていい、ホースラー、これ2体持ちした方が俺絶対強いと思うねんけど、これ。えぐ、危な、普通にさ、こっちを縦スラーとホースラー、まっすぐ落ちる方あるやん。
いやこっちも普通に強いし、いや向こうの今の新しいシーズンあるやん、こっちも確実強い。これスライダーで、はい、オッケー、ありがとう。いやーマジでこれ対戦してくれた方、あのリンゴ選手さんありがとうございました。え、聞いてほしいみんな、これお昼ね僕募集かけたじゃないですか、みんな無視、俺のこと嫌いなんかってことで、リンゴ選手さんありがとう。